おい、あと1時間で飛行機来るんだが。飛行機来る、飛行機来る。じゃあお前遅らせてよ。え？ちょっと遅らせてよ。飛行機？遅らすとさ、何が起きるかって言ったらさ、燃料漏れとかが起きる、マジで。てか、自分ら準備できてる。あと15分でほんまに出るで。パスポートがいるっけ？パスポートはいらんやろ。沖縄やから。いらんやろ、沖縄やだって。今回のやつは、不仲旅行です、今回の旅行は。仲いいとこを見せちゃったら、100円を貯金しないといけないという、そういうルールです。度合いによっては1万円っていうパターンもあるから。度合いはい、ということで、君たちは今から沖縄に行ってもらいます。Make it possible with! なはなはおせえよバカ野郎。何だったお前、お前のチェックイン誰かのためにやったと思ってんだろ。うぜえ、おめえが来いって言ったんだろ。あいつらおせえな。てかそれな。え、じゃあ我がだけここでもお別れ。あ、そうなんだ。いいじゃん、点と点の集まりで。まあ俺は点やからお前らの力なんか借りねえけどな。まあ鼻毛出てるぞお前。そうなんすよ。言ってるじゃん、言ってるじゃないですか。鼻毛買ったら鼻毛切り欲しいんすよ。だから僕、はい、あー肉茶だって。変な声出すなってお前。縛くぞお前。シャルルですよ。変な変な声。分かってる分かってるけどさ。変な声出すな。シャルルやったらどこでも歌ってもいいけどお前。シャルルですよ。で、今回ですけど、はい、深海8000メートルまで潜ってもらいます。なるほど。で、深海魚1匹取った人から海底から上がってきていい。じゃあ僕も明日起きないです。じゃあ僕も明日起きないです。でもさ、まずそもそもさ、カメラを自分でカメラ自撮りみたいな感じでカメラ持ってるんで、俺をちゃんと映そうとしてるってしてて仲良くなろうとしてるマジで仲良くなろうとしてるまずじゃあ切りますよ、切りますよ、いいですか。切りますよ。切ってみ、一回切ってみ。さあ、あかんって言ってる。あかんって言ってる。まあでも、正味別に共食いとかでいいんじゃん、最終。いや、でも、友食いって言ってる時点で、友やと思ってるじゃないですか。え、違う。その友が違う。すん、今日何食べたい？え、ステーキ。じゃあ、お前、俺がステーキ食べたいって知ってて言ってるわけ、それ。ってことは、お前、俺と友達みたいな感じで言ってるから、マイナス3000億です。違う、僕は。3000億。やばいやばい、イメージだ。アイムはジャスティン。今ルーザーやったのか、明らか。お前ら3人で何戯れとん。お前ら3人とも全員1億。あなたもですよ、あなたも1億です。俺は戯れてません。あなた戯れてました。俺は明らかに3人の集合体写像でした。ここでいったオーナーの顔見てみますか。オーナーの顔、オーナーの顔。定期的な配慮です。この子が言ったからね。この不仲説みたいな、旅行みたいな、この子が言ったから。全うしてるやん俺ちゃんと。普段全うしてる。睡眠を全うしてるんですよ。まあね、見ての通りね、辛いノズルを両サイドからね、水吹き出して、この水の力で取り上げります。ちょっとごめんなさい。はい。あはっ、え、寒い。寒い。絶対寒いな、あんな、お前。負けないで。おお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 やろうな、やろうな。ちょっとブレイクするか。すげえ何あれ。大丈夫せん。お疲れ。マジで。これやばい。やばいっす。これどっちかで言えば、叩きつけられた時のダメージがやばいっす。ああ、確かに。叩きつけられた時、最後の1回、まあ、死ぬかと思いました。
すごい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 。おーうまいうまいうまい。来た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 。すげえすげえすげえ。おお。上手。すげえすげえ。全然いけてる全然いけてる。わあ。すげえ。何今の。アメリカ映画に出てくる敵役やった今。この高さから飛び降りたら水面もコンクリのように硬くなる。絶対痛い絶対痛い絶対痛い。水面もコンクリのように硬くなる。コンクリのように硬くなる。コンクリのように硬くなる今。水面もコンクリのように硬くなる。あダメだったようだ。このように硬くなる。わかるわ。わかる。赤い、やばい。鼻水、鼻水。口だ。せーの、じゃあ。これ今動画これ。じゃあ、絶対だ。あ、一人しか見てない。ことはね、今見た。今マイナス1億。はい、決めないといけないことがあります。はいっす。はい、サブプラン考えるの重要ですよ。まあ、ちなみにもうダイビングがないんやけどね。えてってれー、はい、実はもう今日の朝の時点でダイビングはできませんという連絡が来てたドッキリでした。来て八景島シーパラダイス来ました。それ何なんそれ。横浜市関西部にある水族館。知らんやん。横浜かどうか知らんし、その突っ込めへんだから。横浜かどうか知らんから突っ込めないあなたの知識不足があるんですよ。えあ、キムさん、ここ違い方形。あ、違い方形。